水泳は二度とできないんじゃないかというように、自分の泳法は世界に通じないんだということで、ルール違反なんだということで、ものすごいショックを受けてました。だから私は当時の監督さん、コーチにお願いして、私が泳ぐべきメドレーリレーを田口君に代わって泳いでくれと。でもなかなか了承を得られなくて、夜中の2時3時までディスカッションしまして、鶴見は自らの選手生活最後の花道となるべき 400m メドレーリレー代表の座を田口に譲る。田口はこのレースで最下位から一気に6人抜きを演じた。もうしないと信じてました。もともと失格ではないんですよ。ないんだけど、初めて世界で見る泳法だったんです、田口泳法というのは。だから国際審判の人たちがびっくりしたわけです。こんな平泳ぎもあるのかっていうのだった。素晴らしいタイムで泳ぎ抜き、日本チームを5位入賞へと導いた。田口は完全に自信を回復した。日本田口先頭のようです。そして4年後のミュンヘン。アメリカのブルースの争い。あと5メートル。田口優勝しました。日本の田口待望の金メダル。そして1分4秒94。素晴らしい記録を作りました。鶴峰の情熱が実を結び、田口は見事金メダルに輝いた。その後、田口キックは平泳ぎの主流となっていった。そして数年後、鶴峰の前に田口をもしのぐ逸材が現れた。高橋重弘である。17歳で世界最高記録、誰にも真似のできないスケールの大きな泳ぎに尾道高校、中京大と付きっきりでコーチした鶴峰は、もう一度世界を狙うことを考え始めた。